次に岡本光之君、えー。それでは早速質問に入っていきますがあ、限られた時間ですから端的に答えていただきたいと思います。まず冒頭はですね、まあお配りしている資料では、えーまあ、健康保険組合連合会、それから全国健康保険協会、えー、日本経団連、それから日商、それから連合と、おそれぞれ、えー、連名で、えー、11月8日にまあ。あ 費用者保険関係5団体の意見として、医療保険制度改革に向けたあ、まあ、意見書を出されたようでありますが、これも大臣、当然受け取って見えるんだと思いますが、これについて大臣はどのようにお考えなのか、1、2、3、4、5、これについてコメントをいただきたいと思います加藤厚生労働大臣。まずあの、制度全体の見直しについては、これまでも申し上げておりますように、 まず2025年、2040年の日本の社会を見据えた社会保障のありよう、あるいは医療のありよう、それを考える中で,です、ね、給付と負担、あるいは持続可能性、まあ、こうしたことについて議論することで、まあ、国民の皆さんが引き続き安心してです、ね、やっぱり活動の基盤が社会保障制度でありますから。 そういった観点から議論していくべきだというふうに思いますあの後期高齢者の窓口負担のあり方についてもこれは既に改革工程表において議論するということになっておりますあの引き続きこの工程表にとって丁寧な検討を行わせていただきたいというふうに思っておりますそれから居室金の負担等についてはですね。 これはこれまでの制度を踏まえて、こうした仕組み、これは現役並みの世代についての給付金の負担については、従前の制度から引っ張ってきて、こうした仕組みになっているわけでありますので、なかなか限られた予算をどう使っていくのかという観点から、なかなかそういった難しい点もあるというふうに感じているところであります。 あの保険者機能については、それぞれしっかりと保険者機能を発揮していただくべく、インセンティブを設けていく等の対応をしていく必要があると思います。あの医療費適正化、これ、いろいろ書かれておりますけれども、中身一個一個についてはコメントいたしませんけれども、常に医療費の適正化を図るべく、またそうしたこと全体を通じて、やはり社会保障制度を持続的なものにしていく。また えー、特に若い世代の人から見てもです、ね、今後ともこうした制度が次の世代にしっかりと継承されていく、まあ、こういった努力をしていくことは当然必要だというふうに思っております岡本光則君、雄弁に語られたところと、おまあ、ある意味あの、コメントを踏み込まなかったところと、2つあったと思います。1点目の、まあ 後期高齢者の窓口負担について、原則に割とする方向で見直すべきであるという考え方について、大臣はどう考えるのかということ、それから2点目の拠出金、この拠出金の負担増が生じないように、財政支援等の負担軽減措置が必要であるという意見について、大臣はどう考えるのかということ、それから医療費的正化の中でも、私は2点ちょっと気にあの関心があります、1つはまあいわゆる受診時定額負担という考え方。 それからもう一つはですね、やはりあの OTC などですね、薬局で買える医薬品について保険からの給付から外していくと、こういう方向性についてどう考えるとか、この四点について大臣の考え方はどうなのかということをお聞かせいただけませんか。加藤厚生労働大臣、あの最初の後期高齢者の窓口負担については先ほど答弁をさせていただいた。 という,ふうに認識をしですから、前向きということではなくて、しっかりとそこは議論をしていただきたいさまざまな議論があります、これについては。ですから、私は今、そうした皆さんの意見を聞きながら、最終的には判断をするという立場であって、あくまでも聞かせていただくという立場、今はですね、ただ、最終的に結論を出して、法案を出せば、当然それは私どもが説明責任が当然生じるというわけでありますから。 まずは皆さんのご意見をしっかり聞かせていただきながら、最終的な判断をさせていただきたいというふうに思っております。それから、現役並み所得者にかかる給費の公費投入については、これは今、具体的に議論がされているわけではありませんけれども、これは先ほど申し上げた、そうした経緯。 特に老人保険制度の頃から、こういった経緯を持って、それが後期高齢者制度にも引き継がれてきた、こういった経費を踏まえたものというふうに承知をしているところであります。それから定額負担についても、これもこれまでも議論をするということになっておりましたので、これについてもしっかりご議論をいただいて、その議論を踏まえて、私どもとしては判断をさせていただきたい、OTC についてもそういうことであります。 岡本光成君いや、これはの、まあ、結局、意見を聞いていきたいということであるとするとですね、まあ、あの結論から言うと、まああ、大臣の考え方、これについてどういうふうな思いを持っているかということは聞けなかったのは、大変残念ですね、大臣としてどういう課題を持ち、どういう問題意識を持って意見を聞いているのかということぐらいは、私は答えてほしいと思いますよ、それはね。 どういう問題意識をも言われるならどうぞ、はい、加藤大臣あのそれも最初に申し上げたんですけれども、やはりこれからどうあるべきなのか、その中で、えー、例えば負担の公平というものをどう考えていくのか、それぞれ目指すべき方向があると思います、そういった観点にのっとって議論をしていくべきだというふうに思います。岡本君 だからこそ,そ、それぞれの方向性はどういうところなのか、あると思いますがじゃなくて、あるんだったらそれを答えてくださいということなんですよ、それぞれの方向性はどういうふうに考えているのかと、その中で議論があるんですよ、だからやっぱり、要,要するにどうぞあのお好きにやってくださいとまあ見てますと、こういう話ではなくて、やっぱりこういう課題があって、こういう論点があって、こういう問題があるよねっていう中で、やはり議論を聞いていかないと、漠然と聞いているだけではですね。 そんなはずはないんですよ、漠然と聞いてるとは思えないんです、したがってです、ね、そういうところを答えていただきたかったということですよ、ね、大臣、それはそう,そうじゃないと、だって、さっきの答弁では、だって答弁してもらってもう申し訳ないですけど、それはその通りですことしか言いようがない、やっぱりあのきちっとです、ね、前向きに、やっぱりど何が議論の論点なのか、どこに着目していくのか。 こういうことをやはり示すべきではないでしょうかねじゃあ,あの、続いてですね、えー、今日文科省に来ていただいてます、順番ちょっと変えますけど、まあ、前回も聞きましてですね、まあ、前回、資料としてお配りして、今日は配っていませんけれどえ大変多くのお、まあ、あ製薬メーカーからの報酬を得ている大学の教授がいたという事実を、この委員会で明らかにしました、まあ、あのそれを受けてということもあるのかもしれませんが、まあ、それ以前というからもあったんでしょうけど、 え、7ページ目にありますように。大学がまいろとですね。えー、ま、倫理規定や兼業の取り扱いについてこう定めるようにしてきたようであります。まあ,あの問題意識は2つぐらいあるんですが、1つはまあ文科省に聞くべき、話は本務に影響をしていないのかということであります。200回講演をしていて本当にですね、えー、どうなのかと聞いてみたらですね。まあ、調べたところではですね。年にあの数回。 授業を行い、そして、えーまあ、週に1回の外来と、えーまああですかあのお、いろんなあ、まあ、あ会診等を行っていると、こういう答弁をされた大学教授もいらっ,いらっしゃったと聞いておりますが、あの200回も講演に行っておいてです、ね、年間数コマの,だあの学生の授業とです、ね、それから週に1回の自分の大学病院の 外来というのでは、しかも自分の給料よりも倍ぐらいの給料を製薬メーカーからもらっているということだと、どっちが本当の仕事か分からなくなってくるんじゃないかと、こういう思いを持っているわけです、本務に影響があったのではないかと強く疑って、だいぶ詳細を、まあ、調査をしましたが、き、まあ、昨日もだいぶ議論しました。私ははかかななり本部にあの支障があったのではないかといととうことを 思っておるわけでありますけれども、こうした状況を踏まえながら、まあ、あの国立大学は今、お示しをしているように、これ、実はです、ねえー、皆さんにお配りをしている資料の A、B は、えーまあ、国立大学です、まあ、C は私立大学です、えー、これ、C だとです、ね、こ,れあのこれから先、コンサルタント料もですね、えーまああ、大変大きなコンサルタント料も受けられます、A も B も実は受けられるんですね。 例えば、公演の回数はあ規定の、えー、1回当たりの公演の料金はあ規定のとおりにしたとしてもです、ね、包括でコンサル契約を結んで,です、ねえー、1年間1000万と、年間う100回の公演してくださいと、こういう話をすることももちろん可能になってくるわけでありまして、えー、やはり総額でのおまあ、 あ,あり方またコンサル契約の中身についても踏み込んで、えー、これは兼業規定や倫理規定を定める必要があると、私は思っています、そういうことを踏まえてです、ね、まだこれでも不十分だという意識を私は持ちながら、なお、もう一つ大きなポイントとしては、私立大学にもどういう、どのようにして、こうした考え方を導入してもらうのか、大きな課題だと思いますが、文科省から私の今、話をした本務に影響があったのではないかという指摘を踏まえつつ、 こうした規定のあり方にしてどうされるのかお答えいただきたいと思います森文部科学省大臣官房審議官お答えいたしますこういったまあの製薬企業等からの借金受け取りの活動に関しましては大学病院の法務に支障が生じる場合があるのではないかという指摘もあることは承知をしております 医師が行う講演等の活動については、各大学病院において、それぞれの兼業規定に基づき、法務に支障がないことなどを判断しているものでございますけれども、大学病院において、教育、研究、診療の使命が十分に果たされ、社会的信頼が損なわことがないことが重要であると認識しております。このため、兼業規定や倫理規定は各大学が定めるものでございますけれども、文部科学省といたしましては、大学病院が社会的信頼を確保するために、各大学における規定の整備を図られるよう、 先の受け取り上限額等を規定している各大学の事例を紹介するなど、ご指摘のあったコンサルティング料の取り扱いなども含めて、えー、全国医学部長、病院長会議などの関係団体における議論を促してまいりたいと考えております岡本君、まああの。議論を促していってもです、ね、これ、もう私はあのこの委員会でもいろんなところでもやってきたんです、あの無給医の問題もです、ね、長くやってきました、それからあタスクシフティングという、今、かっこいい名前つきましたけど、昔はですね、 その名前なかったですけれども、これも10年以上、この問題やって、一時はですは、ね、文科省からすべて、えー、静脈注射、看護師がやるようになりました、無給医はいませんと、こう答弁をもらっておきながら、結局、蓋を開けてみたらやっぱりいた、そして、えー、結局はタスクシフティングもなされていなかったという実態があったわけです。大学の独自性に任せるんだという話になっていくとです、ね、こうしたこれまでの無給医の問題やタスクシフティングの問題、 と同様にです、ね、一部の大学はうあのやることをやらない、本来の方向性、多くの大学がそれに従ってもです、ね、やらないといってです、ねえー、そのままにしておく大学を私は残してしまったのでは、あまりにもそこは頑張った大学にかわいそうだと思います。そういう意味で、今の姿勢だけではなくて、もっと踏み込まなきゃいけない、そういう意味で、これまでの反省を踏まえてです、ね、ぜひ取り組みを工夫してもらいたいんです。どうですか 森大臣官官房審議官先週の党委員会におきまして、我どもの佐々木文部科学大臣政務官からもご答弁したところでございますけれども、このこういった規定について各大会、定めるものでございますけれども、文部科学省としてはです、ね、こういった全国医学部長、分科会議などの関係などの議論、こういったものをしっかりとし上がしていきたいというふうに思っております。 岡本君同じところを読んでるんですよ、ちょっと聞いてくださいよ、前、これまでのね、タスクシフティングの話や無給員の問題では、国会答弁、結局間違ってたんでしょ、それは認めたわけですよね、私の指摘を踏まえて、さらに研究しなければ同じことになりますよって言ってるんです。同じやり方ではだめなんだから、今すぐ答弁できないかもしれないけど、やり方を含めて工夫をしてくださいって言ってるんです。かかどうですか森文部科学省大臣官官房審議官 これにつきましては、すでに取り組んでいる大学等もございますので、そういった例を使いながら、私どもして取り組みを進めたいというふうに思っております噛み合ってない、かみ合ってないです、私の指摘を踏まえて、これまで失敗したわけですよ、実際できなかったわけでしょ、できないことがあったことを認めたじゃないですか、それをちゃんと踏まえてやらなければ、同じことの答弁を言ってるんですよ、やった大学とやらない大学がこれ、差ができるだけですよ。これまでの 私の指摘、それから答弁の反省を踏まえて、対応を取るべきだと言っているんです、そういう対応を取らせてもらいます、そう答弁してくださいよ文部科学省、森大臣官房審議官。まあ、あのこれらについては、各大学、取り組んでいただくことでございますけれども、これは国交支大学を通じてです、ね、変わらないことでございますので、その点について、として取り組んでいいきた私の指摘を踏まえてやってくださるんですね。 あの当然これまでも委員会でもさまざまご議論いただいていることございますので、そういった国会でのご議論を踏まえて、取り組んでまいります岡本君。ぜひあの、頑張った大学だけはばかりを見るようなことはしないでいただきたいと思います。えー、もう一つの論点は、これがです、ね、本当にあの治療方針を歪めてないかということを非常に気にしてますで。これは厚労省に聞くべき話であろうかと思いますけれども、まあ、ガイドラインを作っている先生に、かなり、 こうしたお金が流れている。例えば、まあ、私は調べたところ、2018年の肺がんの診療ガイドライン2018番、作成委員は145人いたけれども、112人にこうしたあ肺がんの治療薬のーメーカーからお金が流れている。それから、胃がんのガイドラインは18人の委員のうち18人とも受け取っている。それから、2019年の大腸がんのガイドラインは、25人のうち21人が受け取っています。いやこれでえーまあ 特に問題がないんだというのかもしれませんが、日本医学会はすでに使用愛、いわゆる利益相反の管理ガイドラインというのを作ってまして、1社50万円の,以上のお金をです、ね、製薬メーカーから受け取っていたら自己申告すると、こういう話になっています。これに基づいて、本当にやっているのか、大変気になります。例えば、今回の指摘をした委員の中でも、200件近い講演をしていた方の中には、 高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015、この査読者になっていた方がいます、この方は、えー、日本老年精神学会のクレジットで、一旦査読者の名前に登録してたんですが、実際の本が出版されるときのは、その方は教授でなく、同じ研究室の准教授に名前を変えています、しかし、准教授に名前を変えているけど、実質的に自分の部下ですよ。一社から 1000万円近いお金をあの何年もわたって受け取っていて、そして高齢者の認知症の治療薬の承認にも関わり、そしてなおかつガイドラインでそれを推奨する、これで一方で1000万円近いお金をもらっているということがあっては、これはデオバン事件の二の舞になるんではないかという危惧も持たざるを得ないわけです。そういううい意味で私は古代広告のの問題ここ後触れれますけれどもえこうした いわゆるガイドライン作成においてです、ね、一社から多額のお金をもらっているような方がいる、それも900万円を超えるようなお金をもらっているような方がいるというのであれば、やはりそれについては問題意識を持つべきだと、こう思うわけでありますが、大臣、お考えを聞きたいと思います加藤厚生労働大臣。ちょっと私が混濁しているかもしれないんですが、委員がおっしゃったガイドライン,ガイドラインって2つあって、その治療のガイドラインと、 それからこの資金提供に関して、業界が自主的に決めているガイドラインっていうのがありますよね、これ、どちらのことどう言っておらんか、ちょっとすいません。岡本君あの資金提供のあり方ですよ、いや、結局ね、あの資金提供のあり方について私は問っているんだけど、治療のガイドラインを作る方が、ですね多額のお金をもらっていて、そしてそのお金をもらっていることを伏せたまま、ですねいろんな場所で推奨をし、この治療薬はいいですよと言っている。 それを見て、医師がこの薬だということで、そのガイドラインにのっとって治療するということが果たしていいのかという問題意識を持っているというところまではいいですか、それを踏まえた上えで、私はこうしたガイドライン作成にあたる医師の製薬メーカーからの多額の報酬を受け取ることについて、問題意識を持っているわけでありまして、これについて、やはり厚生労働省として適正な指導をしていくべきではないかと、こう言っているわけです。 加藤大臣その今おっしゃるの治療ガイドラインで、治療ガイドラインっていうのは、各学会でお作りになっているというふうに私は認識をしておりまして、あの厚生労働省において具体的に作っているわけではない、したがって、それぞれ学会においてです、ね、あの今おっしゃったような件も含めて、ご対応いただくべきものだというふうに思います岡本君。 対応いただ、くべきものですよただです、ね、それが最終的にあの医薬品の選択に資するものになっているわけですから、あーまあ、それが古代広告かどうかはもちろん、その時点ではわからないかもしれないけれども、将来的にです、ね、本当にそれが正しかったのかというのは、後でまた検証されるときも来るでしょう。 そういう中において、今のような多額の報酬をもらっているいう状況についてですね、えー、あらかじめきちっとやっぱり公表する仕組みなどを作っていくべきじゃないか、すでに日本医学会などはそういうようなガイドラインを作ってるわけです。そういう意味で、厚生労働省としても、まあ、適正なガイドライン作成がなされていくように、えー、きちっと私は、 それについて、目配りをしていく必要があるんじゃないかと言っているわけですから、大臣のお考え方はそれに同意をしていただけるかどうか、そこしかないです、直接指導する権限があるわけではないので、その考え方に同意していただけるかどうかを聞いています加藤大臣いやですから、先ほど、それぞれ学会、お決めになる学会においてですね、そういった今、 委員ご指摘の懸念も含めて、まあ対、適正に対処されるべきものだというのは先ほど申し上げた、それに尽きるというふうに思います岡本君。それ,にそれと合わせてです、ね、もう一つ、今大臣が混同されたと言われた、製薬業が独自に決めてるルールですね、これ、独自に決めてるんだからと言いますけれども、これ、なかなか大変調査が難しかったです、正直言って大変でした、あの結局ですね、当初はプリントアウトもできなかった。 えあのお画面には出るけれども、プリンターはでいないです、なおかつ1年で消えちゃう、したがって、えー、今年大学が公表しているデータと、そして、えー、去年の,おのデータ、これを比較するというようなことになると、年度が違うから、結局です、ねえー、それがあ正しく公表されているかもわからない、まあ、何が言いたいかというとです、ね、公表の仕方について、もう少し、えー、きちっと本来の趣旨にのっとってですね、 そうしたデータを見る人たちに分かりやすい仕組みにしていく、例えば PDF で統一をするとか、Excel で統一をするとか、こういったことをやっていかなければです、ね、こうした資料を公表してもです、ね、世の中でどういう人がどういう資金提供を受けているかが分からないわけですから、まあ、もう私はもうプリン、プリントアウトもできないというのはもってのほかだと思いますよ、しかし、こうしたことの取り組みを促していけるのは、私は厚生労働省だと思いますから、大臣、ぜひ促していただきたい。 佐藤大臣あのいよいよこれからの臨床研究法に基づく公表が行われるわけでありまして、2019年10月以降、順次行われるんだろうというふうに思うわけでありますけれども、まあ、それと並行して、今委員ご指摘ありました、業間団体の自主的なガイドライン、まあ、これは2011年に策定されて、逐次、2018年に改定をされました、その際に、今回の臨床研究法に基づく情報公表を踏まえて、 今委員御指摘の印刷禁止の設定等々については、これも外すということが対応されたというふうに承知をしております岡本君。それはもう、それは対応されたんです、さらに、さらに対応するべきじゃない、だから PDF で統一するなり、Excel で統一するなりすることによって、さまざまな製薬メーカーからどういうふうな式の流れがあるかっていうのを、まあ、研究者等が調査できるわけですよ、したがって、こうしたあ、まあ、調べる側からも見やすいように、さらに促していくべきではないですかって言ってるんです。 過去の事実を聞いているわけじゃないです。加藤大臣。すみません、現状がどうなっているか、私自身把握しておりませんから。今、委員のご指摘を踏まえて、やはりこれはあの公表する。というのは、単に出せばいいとこではなくて。みんなに見てもらう透明性を高めるということでありますから。まあ、そういった観点から、まあ、ただ。 原則として委員ご指摘のように、自主的なガイドラインでありますから、そこに対する限度はありますけれども、今申し上げた趣旨に沿ってどう対応されるべきなのか、そのために少し、それぞれ今、どういう実態がなっているのか、まずは検証させていただきたいと思います岡本君ぜひ、公表の趣旨にのっとっていただきたいと思います。えー、じゃあ、ちょっと話題を変えましてです、ね、医薬分業の効果について、だいぶ昨の議論しました。 まあ、あ費用は一体、どのくらいかかってるんでしょうか、医薬分業がああ進められてからこの間、えー、費用というのは結局、えー、積算できましたでしょうか、どのくらい費用が増えたんでしょうか垂見、はい、厚生労働省医薬生活衛生局長。 えと恐縮でございます、あの医薬分業の,そのメリットというところに関するそのあのデータということで、あのいわばあの宿題をいただいたというふうに認識しておりましたので、あのその費用ということに関しての,あの数字を今、恐縮でございます、持ち合わせておりませんけれども、医薬分業のメリットに関するデータということで、じゃあ、はい、次はい、じゃあ、恐縮でございます。はい、岡本君あの昨日ちゃんんと言ったんですコストトベネフィットを あの比較しますよと、ベネフィットも聞くけど、まずコストですよと、これだけコストがかかって、どういうベネフィットが得られたのか、いや、おそらく私はコストは計算できないかと思うから、できないなら計算できないで結構です、こういうふうに昨日ちゃんと通告したんです、できないならできないで結構ですと、ただ、できるならやってみてくださいと、こういうふうに言ってますから、あまあ、あぜひそれはもう一度改めて、えー、お知らせをいただきたいと思います。その上で,です、ね、コストはいくらかってベネフィットは何なのか。 まあ、つらつらとあのいた,だいた文章をこう読みました、3ページ目です、えー、医師と薬剤師が相互に専門性を発揮する、まあ、大変あの、まああまああの、読むとそうかなと思うかもしれませんが、いや、そもそも本当に疑義紹介だって、えー、増えてるのか、これ、ギギ紹介のパーセンテージは書いてるけれどお、パーセンテージとして増えてない、そして疑義ギ紹介の中身はあ、まあ、薬が残っちゃったから、あその日数調整、 お願いしますというのが多いわけですね、本当の意味での副作用、もしくはさまざまな意味での近畿や慎重投与を調整をしていく、そういう役割を担っているのかどうかという、そうした根拠もなかなか乏しいと思いますし、まあ多分局長の答弁だと、この私の厚生労働省から頂い,いて、今、配布資料にしている 資料を読み上げられるだけだと思いますからそれでは駄目なんじゃないかということをもう随分やったんです局長それだけ分厚い資料を持ちなわけですね私の答弁のためにこれだけ作られているということはもう相当私と昨日やったことがわかるんです局長それ5センチぐらいありますかかなり分厚い資料を持ちですかなりやったんですだからもうそれをあの表向きの話をされてもこれね昨日随分これやりました結論から言うと 厳密な意味でのベネフィットはやはり検証できてないということに、私は至ったと思っています、昨日の議論で。したがって、ここでもう一度そういう表向きの話ではなくて、本当にどれだけのコストがかかって、どういうベネフィットがあったかを、もう一度検証していく必要があるんじゃないかという指摘をしたいわけです。それについて、ぜひ検証していくという方向で局長答弁いただけませんか。タルミ医薬生生活衛生局長 恐縮でございます1.5センチぐらいの資料でございますが、ご指摘のような、なかなかまさにコストの見方、あるいはベネフィットの見方、それを数字でどういうふうに見るかということについて、なかなか難しい面があるということは、率直に申し上げないといけませんけれども、問題意識については理解をいたしましたので、そういうことを含めて、ちょっと勉強してみたいと思います。 岡本君ぜひお願いしたいと思います、まああの、簡潔な答弁でよかったです、昨日二2時間ぐらいこれやっておいてあのあの、短い答弁できちっとやっていただくということは重要ですから、えー、じゃあ続いてですね、えーまあ、順番が前後しますけれども、えー、医薬品の在庫について、これだけちょっと聞いておきたいんです、どうしても。えー、調剤薬局の医薬品の在庫がです、ねえー、なかなかです、ねえーまあ、調整がつかないと、でまあ、前回もちょっと聞きました、先進事例が福岡市だという話も昨日伺いました。 しかしです、ねえー、私が気にしているのは、これ、なかなか全国に広がっていない、もう今やです、ね、1箱数千万という薬品も出てきたと聞いておりますから、あ残ってしまったらです、ね、調剤薬局は大変な損害が発生するわけであります。こうしたですね、いったんをしてしまったけれども、残薬が出た場合の調整の仕組みをきちっと全国に近点化させるべきだと思いますが、これについて、ご答弁いただけますか。局長 これにつきましても、前回、宿題で賜ったところでございます、1週間の間で調べまして、平成30年、こういうデータがありました、平成30年10月の医薬品の備蓄の、例えば品目ということでありますと、地域で薬局の間で融通をするというような仕組みがあるというふうに言っている薬局。 でございますと、あの品目はあそういう環境があるというところとないというところで、実は備蓄している品目ってはあんまり変わらないんですけれども、廃棄額、1か月分の医薬品の無駄になって捨てているという金額は、融通しやすい環境のある薬局というものは、1万7758円という平均値ですけれども、そういう環境がない地域だっていうふうに自分で答えている薬局は、廃棄の平均値が2万1698円だということで、廃棄額が明らかに多い。 のですね、でそういう意味で、まあ、薬局間での,その在庫というものをあの融通するというようなことによって、まああの、廃棄を減らす、それから迅速な医薬品確保の体制の構築ということが可能になるということだろうと思います、であのまさにそういうことをやっている地域、そうでない地域ということがありますので、まああの、そういう取り組み事例などについて、まずあの各地域の医薬関係者と共有するということを進めまして、各地域における取り組みを促していきたいというふうに思います。 岡本君、まあ、あの本当にこれ、やってあげないと、あの小さな薬局はあの高額な、今の1万、2万の話じゃないときには大泣きしてるわけですから、いや、本当にそうですよお、大きなチェーン店はいいですよ、大臣、それはもう問題意識が分かっていただけてると思いますから、これはぜひあの仕組みを考えていただいて、全国に均点化してもらわなければいけないと思います。じゃあ、続いてですね、私の資料の6ページ目。えー 薬剤師の専門性をどう担保していくかということについて聞きたいと思います。まあ、薬剤師の専門性は、ここで見ているとです、ね、意外な話なんですが、妊婦・授乳婦専門薬剤師はです、ね、2015年10月で9人、2016年も9人、2017年も9人、2018年の10月1日になって12人と、まあ、この4年間で、 結局99912という、全国でですよ、一方で、えー、HIV 感染症専門薬剤師は全国で26人、まあ、これでも少ないと思いますが、HIV の専門薬剤師よりも、妊婦の専門薬剤師の方が少ないという、この現実ですね、まあ、学会がこれは独自にやることだと、また大臣に聞くと、そう答弁をされるのかもしれませんが、それは学会が取り組んでいることだから、厚生労働省としてという、そういう答弁ではなくて、 この問題意識を共有してもらえるのであれば、さっきと同じです。どういう対策が取りうるのか、えー、やっぱり、病棟に薬剤師を配置をするということを今、推進をしてきているし、薬剤師もかなりの数、卒業して増えてきている。えー、その中で、どういう専門性を高めていくのか、まあ、あの専門医のおーおーあり方についても、だいぶ私、ここでやったことありますけど、まあ、それとも合わさってきますが、専門性の高い薬剤師を、 どう育成をし、そしてそれをどう診療報酬などで評価をしていくかということを考えていかなければ、これ、進まないんじゃないかと思います、このままでは、これについて大臣、どう思われますか加藤厚生労働大臣。まずあの薬剤師が、まさに地域における医療ニーズに対応して、役割を発揮をしていただく。 単に薬剤師の免許を取ったらそれで終わりということではなくてです、ね、その後も自己検査を務め、専門性を高めていただくことが必要でありますし、まあ、今、個々の分野お話になりましたけれども、それぞれの分野において、一定の専門薬剤師等が認定を取得しているというふうに承知をしておりまして、まあ、今回の改正でも、こうした専門医療機関連携薬局というのを認定することにしておりまして、 まあこの薬局には高い専門性を要した薬剤師を配置することが必要で、その専門性の判断にさして、学会等の認定制度を活用しているところでありまして、まさにこうした専門医療機関連携薬局を復旧していくためには、専門薬剤師等がこれ以上に必要になっていく、まあ、今回の経緯法改正を契機に、学会等もよく連携をしながらです、ね、高い専門性を要する薬剤師の育成支援、例えば、関係、えー 研修で,です、ね、活用できる研修,研修プログラムを開発していくとか、あるいはあ今回の専門薬剤師等の復旧啓発による専門薬剤師等の取得を促すというような、えー、広法、啓発、まあ、そういったことも含めてです、ね、国としてできる支援はしっかりやっていきたいと考えています岡本君。そのできる支援の中に診療報酬での評価は入りますかるみ医薬生活衛生局長。 まあ薬局・薬剤師制度を所管している私どもの方としては、ああ適切な診療報酬上の評価ということについて、注意喚協におけるあのこれからの議論という中で、必要に応じてお願いをしていきたいというふうに思います岡本君。浜谷さんが答えるべきじゃないんですか、診療報酬含まれますかと聞いています浜谷厚生労働省保健局長。えー、お答えいたします。 医薬局とも相談しながら、あの必要性等について、必要に応じて、注意喚で検討してまいりたいと思います岡本君。必要性、今、感じてもらえたんじゃないですかこ、こんなに少ないんですよ、全国で9人しかいないんですよ、一定数いるって大臣言いましたけど、これ、一定数いるとは言いませんよ、9人しかいないかったら全国で、これ、一定数いないんですよ。だから、やはりどうやって増やしていくかって、診療報酬上の評価もしていく必要があるということについて、私はここは指摘をさせていただきましたから、もちろんここで決める話ではありませんから。 ああぜひあの努力していただきたいと思います。まあ最後にあのいわゆる医薬品の先駆けに検せあの先駆け審査制度について少し聞きたいんですが、えそもそも知検の責任医師の名前、それから知検の施設というのは公表ではないんですか。これについてちょっと確認をしたいと思います。ちょっと答弁してよ。聞いてるよ。昨日。ダルミ。 医薬生活衛生局長。 治験の,の実施状況につきましては、治、ま、験、あの透明性を確保するということを目的としまして、まあ、国内にあるあの複数のデータベースのいずれかに登録を行って公開するということを、まあ、通知でございますけれども、ああのお願いをしているということでございます。で、あのそのデータベースの登録、あの臨床試験情報登録センターというとこのデータベースに登録していただいて、そうしますと、国立保健医療科学院の あの臨床研究情報ポータルサイトというところから検索ができるということになるわけでございます。で、あのこの登録に関して、治験を実施している医療機関と医師に関する情報の登録というのは、必須にしているわけではないんですが、まあ、掲載できるということになっていて、それで掲載して、ただ、臨床研究法上の特定臨床研究については、ご存じのとおり、医療機関および医師に関する情報を公表するということは義務化をされているということでございます。 岡本君なぜ治験は義務化をしないんですか答弁、時間かかるなら、垂水局長、えー、この臨床研究法上の扱いとも踏まえながら、検討させていただきたいと思います岡本君。なんで公開の対象になってないかという理由を聞いてるんです、現時点で、これ、公開するべきでしょう、いつどこで誰がやってるのか。 止めてよ。理由を聞いてんだよ。理由。理由理由を聞いてんだよ。ちょっと相談するのは止めてくださいよ。カ局長。カル局長。あのー。 率直に申し上げまして、まあ、今まで情報の,その公開、登録ということについて、まあ、任意の仕組みということでやってきたということでございまして、その点について、まあ、あのおいわばなんていうんでしょうか。 あのそういう点について、あ,のあるいはその認識というものが十分でなかったということかもしれませんけれども、まあ、こういうルールでやってきたということで、えー、ございますので、あのおっしゃるとおり、あの臨床研究法の方の対応ということは、進歩してございますので、そういうことを踏まえまして、治験の場合の対応ということについて、これから検討させていただきたいというふうに考えているところでございます岡本君結局、理由は答えてないんですね。あの まあ、ただ、あ、ちゃんと対応してください。お願いします。次に。